大家好，我是在的阿基拉，好久不见。哇，当爸爸很开心，不费力。拍手啊！まあね、妻がしっかりと家族を家庭を支えてくれて、今のね現状がありますので本当に妻にも感謝してますし、はい、ありがたいことに、有意義に過ごさせていただいております。ダンバーバー反対心ブフェレー大将は大家好，我是EXILE AKIRA， 好久不见。很开心来到 Kibro， 今天是在台湾第一次公开活动，谢谢。好，那我想问一下，就是因为他现在身兼数职，他怎么样分配他的时间？时间够用吗？又要工作，又要照顾家庭啊？そうですね。まあ。プライベートをもちろんね家族を授かって、もちろん独身の時とはね、タイムスケジュールももう変わってきますけども、本当に家族と過ごす時間は全て学びでしかないですし、ね、先ほどもね時計の話しましたけども1分1秒本当に大切だなと思ってますので、自分にとっては本当にプラスなことしかありません。あとはそのまあこのねコロナ禍3年間はほとんど日本をベースに生活してたんですけども、まあ、日本をベースですとやはりね自分のライブツアーであったり、まあ、自分もグループのリーダーとしていろいろと、まあ、プロデュース業であったりだとかいろいろとこう仕事がある中で、まあね、妻がしっかりと家族を家庭を支えてくれて、今のね現状がありますので本当に妻にも感謝してますし、はい、ありがたいことに、有意義に過ごさせていただいております。はい、全然全然と言いますか本当におめでとうございますがまず第一ですよね。でやっぱり国民あね JFU っていうそのワードっていうのは本当にここにねこう来てくださってるメディアの皆さんであったり台湾の皆さんがねこうお祝いをしてくださって、まあ僕もねそういうふうに、言ってくださった経緯があるんですけども、本当にねそういうまずなんかお祝いをする気持ち、皆さんがそういうふうに何かね盛り上げてお祝いする、習性というか習慣というのは本当に素晴らしいことだなと思いましたし、今回結婚された方以外にも本当にここにいらっしゃるお父さんたちはみんな国民的 JFU だと思いますので本当にまずはおめでとうございますというところですね。はい。